こんにちは、アトリエ YM の絵画教室の時間です。第2回の今日は人物画を描くです。人物画といってもいろいろな描き方がありますので、これまで私が描いてきた作品を例にご紹介したいと思います。こういったペン画もあれば、はがきサイズの小さい作品ですが、パリをテーマにしたもの、それからこちらは、美大に在学中に描いた作品です。鉛筆を使って描いたスケッチ、細いペンとグレーの色鉛筆を使っています。こちらはキャンバスに描いた作品です。美術大学を卒業してすぐの頃の作品です。こちらはハガキサイズの作品です。 A4 サイズ、絵の具と色鉛筆を使っています。小物を持たせても楽しいですね。それでは早速描いていきます。まずは大まかに顔の輪郭を取ります。血色よくピンクを入れてみましょう。続いてブルーで顔の影の部分と髪の部分を描きます。で、肌色とのコントラストで色分けをしています。で、私は目を描くのが好きなので目から描き始めることが多いです。まずは奥にある左の目を描きます。で、奥にある目なので寒色系の後退色ですね、後ろに行く色、冷たい色を使って描きます。次に鼻の形、鼻の穴のところでポイントをつけます。次は右側の目、手前にある目ですね、こちらを描きます。今回は下書きを描いていないので、要所要所で気づいたところは修正して進めていきます。書いて修正、書いて修正の繰り返しで形を取っていきます。で、光を感じさせるイエローを入れて華やかにします。で、下地で明るい色をつけておくと、後々この色が肌の透明感や明るさを出してくれます。で、形を描き起こすときに、紙の白ですね、紙の白を全部塗りつぶさずに少しずつ残しながら描いていくのがポイントです。そうすることで紙の白がハイライトになってくれて自然な立体感が出てきます。影のブルーの上から暖色系を重ねます。唇の位置を大まかに取ってみます。で、背景の色を塗りながら同時に顔の輪郭を取っていきます。筆の反対側のところで引っかいて顔の輪郭のラインをつけて動きを出しています。絵の具はファンデーションのように指の腹でなじませたりすることもあります。顎の位置を調整します。髪を感じさせるタッチで
頭の輪郭を取っていきます。背景にも少しずつ手を入れていきましょう。で、後頭部のあたりを決めて、服も描きます。ファーのコートを着ている写真を見て描いています。背景右半分は思い切って全く違う色にしてみましょう。今回の構図は中央に人物、背景が左右に分かれています。この場合あえて左右の色を変えることで絵に変化がつき単調でなくなります。ただこのまま完成ではありません。今入れた薄いブルーは影であると同時に頬に映る反射した光です。背景に手を入れます。人物の後ろにぼんやりと風景が映っているようなイメージです。全体のバランスから見て赤の面積が多いので割合を減らします。右側の赤の強さとバランスを取るように左側にはイエローを乗せています。背景を進めていきます。人物の周りを額縁で囲うように色を配置すると主題である人物が引き立ってきます。ファーのコートも描き足します。毛の感じを意識してボリュームを出していきます。ファーの中にある肩の出っ張りを意識して立体感を演出します。
背景の色に対してファーの色が単調なのでグリーンを足してみます。アトリエ YM の絵画教室第2回人物画を描く前半はここまでです。はい、実はまだ前半です。後半があります。後日アップしますのでそちらもよろしくお願いします。それではまた。